顔で。
ごめんなさいね、お邪魔してしまって。構いませんわ、いつもおばあ様と二人っきりですもの。お客様がいらっしゃるのは嬉しいわ。するわ。そこまで倍率は高くないのだけど、結構綺麗に見えるでしょ。ええ、そうね、とても綺麗よ。やっぱり無理みたいね。他の方法を考えましょう。ねえラプンツェル、あなたのお気に入りの星ってどれかしら。そうね、どれも素敵なのですけれど、ちょっと待ってくださる？あら、ずいぶんと倍率が下がってますわね。これでちゃんと見えてました？ごめんなさい、本当はあまり得意じゃなくて。え、いいんですのよ、普通はわかりませんものね。さあ、ご覧になって。十座の近くにある三光星雲よ。ありがとう、来てよかったわ。本当にそう言っていただけて何よりですわ。心に閉じ込められているのかしら。早く出て行きたい、この牢獄のようなところから。会いたい、名前も思い出せないあの人に。
今はお辞儀ができないの。不作法だけれど、このまま進んでいいかしら。今の私はこのまま戸口を通れるかしら。これは逆回りの懐中時計。ゼンマイをいくら巻いても時はどんどん戻るだけ。これさえあればあのウサギさんも急がなくて済むのにね。気まぐれなミニピアノ、こうして弾いても音は出なくて忘れた頃にポロンとなるの。まるで雷の光と音みたいね。ここにあるものは一つ一つ大好きなものばかりだけど
だからこそ私あなたにもらってほしくて。ええ、もちろん私ならいつでも出し渋ったりしないわ。そして今あなたに押し付ける気もないの。もちろん。涙を流して相手の方は誰？
かしら、ラプンツェル。ごきげんよう。ごめんなさいね、お邪魔してしまって。今日はゴーテルおばあ様は？今日は起き抜けに一度来たきりよ。しばらくはいらっしゃらないんじゃないかしら。いらっしゃい、アリス。不在なのね。私いつもすれ違いだわ。一度お会いしてみたいものだけれど。それは困るわ。ゴーテルおばあ様きっとお怒りになるもの。鍵をいくつもかけてトーンをもっと高くしてしまわれるかもしれない。それは困るわね。これからもすれ違い続けることを祈るわ。これもおばあ様がくださったのよ。私の好みだけれど、アリスのお口にも合うようでとても嬉しいわ。ええ、とても格調高いわね。どうしたの、アリス。黙ったまま、そんなに私をじっと見て。私、どこかおかしなところがあるかしら。あのね、ラプンツェル。私、あなたに聞きたいことがあって来たのよ。何かしら。あなた、何をしていたのかしらって…あらあらあら…昨日の晩…何のことかしら…
私が聞きたいのは、何をしていたか、あれはどういうことだったのかということよ。何って、それはその、あなたが見た通り。そうね、その、女の人の体ってああなるのね。男の人の体も、おしべとめしべよね。知ってるわ、習ったもの。でも私が知りたいのはね、そういうんじゃなくて、どうしてあれをしたかってことなの。あなたはどうしてあれで幸せになったのか、そういうこと。そういうことならすぐに答えられるわ。私とあなたと王子様がああやって愛し合っていたの。私があの方を愛する気持ちと、あの方が私を愛する気持ちとを伝え合って、確かめ合って、二人で幸せに浸っていたのよ。愛、そう、愛よ。誰かを愛したことがあるかしら。誰かと恋に落ちたことは。恋に落ちる。恋には落ちるものなのね。愛には落ちるとは言わないの？聞いたことがないわね。愛は溺れる、浸る、そういう風に言うかしら。恋に落ちた時って痛くはないの？腰を打ったりとか。愛に溺れている人は苦しくないの？アリスらしい質問ね。すべて心の中で起こることよ。腹が立つとか口が滑るとか、そういったこと。愛と恋ってどう違うの？ラプンツェルがしているのは愛であって恋ではないの？さあ、それは人によって様々よ。きっちりと答えられる人もいるでしょうし、化ける必要を感じていない人もいるわ。私もそう。その、昨晩見たようにすると愛を感じられるの？あんなはしたない真似をしなければダメ？失敬よね。ごめんなさい。いいえ、大丈夫よ。はしたないのは確かだもの。そうね。はしたない姿を見せ合えるということが、愛の証明の一つと言えるかしら。そんなに難しく考えなくても、いずれわかるわ。あなたもいつか愛や恋を知る。その時に全てがつながって答えが見えるのよ。恋の落とし穴に落ちたり、愛の海に溺れたり。楽しいかはアリス次第よ。でも大丈夫。恋も愛も自分のためにするものだもの。アリスならきっと
夢のように楽しい恋をするわ。そう、腰を打ったり溺れて水を飲んだりしないよう今から心得ておくわ。いらっしゃい。早くお入りになって。こうなる気がしていたわ。だって私ついさっきまで小さくなったあなたがこのバスケットの中に迷い込んでしまって散々な目に遭う夢を見ていたの。そう、もちろんそれでいいのよ。あなたは白が好きなのね。あらまあ、そんなに白がお好きだなんて。そんなにもお好きなのに染めようとして、私大変失礼したわ。私はまだまだね。まだまだ白の良さがわからないわ。精進しなければ。いいえ、大したことよ。恥ずかしながら私、白は色じゃないと思っていたの。赤から赤、青から青を引いた色、それが白であると。でもその引き算は間違いよ。だって空気は白くないもの。それは無という色。つまり白は白という色なんだわ。ねえ、もし私が白に触れたくなったらまたお邪魔してもいいかしら。もちろんよ。塗り替えなくてはダメよ。女王様に見られたらあなたたち全員首をはねられてしまうわ。さあ早く、今ならまだ間に合うわ。ねえお願い、王様の取りなしが常にあるとは限らないわ。あなたたちの首が飛ぶところなんて私見たくないの。
にこのままだと危険だって伝えてちょうだい。ご覧の通り、トランプの兵士さんたちったら間違えて白バラを植えてしまったようなのよ。赤の女王が通りかかったらなんて言うと思う？首をちょん切っておしまいよ。だからせめて赤いペンキを用意してバラの花をすべて塗ってしまえばいいと思うの。今から片っ端からやっていけばきっと間に合うわ。あなたからも言ってあげて、あなたたちは危険なのよって、胴体とお別れするよりペンキ臭くなる方がマシでしょうって。命よ。本当？ああ、よかったわ。なるべく早くね。ペンキが乾いていないと見抜かれてしまうかも。もしかしたら彼にも会えるかもしれないしね。
ずいぶんと早く行ってしまったのね。いつもなら何のかんのと楽しくお話ししてくれるのに。でもほら見て、私のお目当てはまだ残っているわ。そう、木の上に残っているでしょ、猫のない笑い。私はあれを狙っていたの。待っていて、今取ってくるから。静かに、逃げてしまうかもしれないわ。どうしても喋ってしまうなら、そのお口は自分で塞いでいて。お願いだから今は静かにしてね。着替えても、あなたには白という色があると知っても足りない気がしていたわ。それが何か気づいたのよ。私、あなたには笑顔が足りないの。あなた、さっぱり笑わないじゃない。裁縫やお片付けは下手くそ。恥ずかしながらダイナの方が先にトイレのしつけが済んだくらい。その私、いろいろとダメで。
って言われていたの。お前はみんなを笑顔にする特別な貴重な才能を持っている。それでいいんだよって。だから私、笑わないあなたに笑顔を送りたいの。ある日、カレンは靴屋の店先で見つけた赤い靴に目を奪われ、養い親である老婦人の目を盗んで買ってしまいました。カレンはその赤い靴がとても気に入っていたので、色のない服で出るべき教会に履いていってたしなめられたり、挙句の果てには老婦人が死の床についているその時に舞踏会に行ってしまう始末。ひたすら赤い靴を履いて踊りたいあまりに。すると不思議なことに、カレンの足は勝手に踊り続け、夜も昼も止まらずにカレンを引き回すようになりました。彼女が看病しないので、そのうちに老婦人も亡くなってしまいました。カレンは葬儀にさえ出席できずに、踊りながら疲弊していくだけ。彼女はとうとう首切り役人にお願いして、踊り続ける赤い靴を寮の足首ごと切断してもらいました。すると切り離された両足と赤い靴は踊りながらどこかへ行ってしまいました。カレンはそれからどうなったの？彼女は悔い改めました。松葉杖をついて教会へ行き、世のため人のための奉仕を続けました。みんなカレンのことが好きになりました。つつましい暮らし、信心深い心持ち。ある日、カレンのもとに天使が現れ、罪を許しました。カレンの魂はお日様の光に乗って神様の身元へ飛んでいきました。そしてそこではもう誰も赤い靴のことを口にしませんでした。おしまい。どうだった、グレーテル？ちょっと怖かったかな。まあ割に陰惨なお話よね。一体どうして急に赤い靴を読んでほしいなんて言い出したの？もしかして最近噂になっていることが気になったの？あの墓地で踊っているという赤い靴の怪談。実はね、私見てしまったの。誰かが履いているわけじゃないのに、赤い靴だけが宙に浮いてどんどん足音を響かせながら踊っていたの。本当だよ、嘘じゃないの。ええ、信じるわ。落ち着いて。足はついていたの？靴だけ。それなら赤い靴とは少し違うのね。原作通りなら足ごと切断したのだから
足と靴のセットで踊っていないと忠実とは言えないわ。あ、ごめんなさい。怖がらせるつもりはなかったのよ。まあ何にしても当のカレンは立派に悔い改めて天に召されているのよ。靴だけ残されていても踊るくらいしかできないんじゃない。だからそんなに怯えないで、墓地へ行かなければ見なくて済むんだから。そうだよね。墓地で見かけたって話ばかりだったし、じゃあ行かなければいいんだよね。そういうことよ。やんちゃで楽しいお兄さんにしっかり者のお姉さん、そして可愛くて賢いペット。
そうね。多分私の家族について今頭の中の箱をそこまで漁っているのだけれど、どうしたことかしら。あるはずの場所に見当たらないのよ。そんなバカな、私何一つ忘れた覚えはないわよ。ええ、そうね。箱をひっくり返すんじゃなくて、手前にあるものから一つ一つ外に出していけばいいのね。私は土手の上、お姉さんの横で退屈していたわ。そこに風変わりなウサギがやってきたの。直帰から時計を出して、私はお姉さんの横で退屈しているわ。お姉さんたら挿絵のない文字ばかりの本を読んでいるの。そうね、退屈する前ということは、そう、少なくとも退屈はしていなかったということだわ。私は記憶喪失ではないもの。私の頭の中の箱にはたくさんの思い出があって、私には泣いているつもりがないもの。だからこれは涙じゃないんだわ。私は甘い人間だから。まあ、ありがとう。甘くて美味しいわ。今日の私にはこの甘さが足りなかったかもしれない。壊れてしまった瞳にはきっといいお薬だわ。Thank you.
なたと、もっともっとお話ししたかったわ。なのにこんな、急に目が壊れてしまうなんて。では、また後で。ごきげんよう。私が我慢できないんじゃないの。お薬の方が
私を飲んでって言って、私の口の中に一斉に飛び込んでくるのよ。